おーい、はい、はい、ちょっと来れる、はい、ご常時、ご常時、はい、はい、元気せえ、元気は元気ですよ、はい、あ、しましょしましょ、怖いですよ、怖いっす、怖い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 、はい、怖いっす、いや、怖い怖い怖い、こっちが怖い、いいですか、はい、言わしてもらって、はい、LINE の抜き打ちチェック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 やめていきましょう。まあ君ら入って2ヶ月目ね、今月、今月2ヶ月、まあ2ヶ月目やったらある程度ね、お客様とまあご新規様と LINE を交換する機会がまあ増えてきたやろうし、まあ俺どんな LINE 送ってんのかちょっと気になるんだよね。最近1ヶ月しか経ってないんでバースデーやったしな。お願いします。まあだからある程度それできるようになったら、まあ LINE ってまあ、レベルと一緒で、だから徐々に徐々に上がってくるよね。はい。レインはどっちかって言ったら、波に乗り切れてないところがあるから。まあ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 。波乗ってんの髪型だけやもんね。そうですね。まあ、ここはいい感じの波乗ってます。はい。一回まあチェックしていきましょうか。いいですか、見せ物って。見せとこか。見せとくんやな。見せとこ。行きましょうじゃん。はい。よしよしよし。あー、これね。ちょっと待ってな。俺も恥ずかしいよ、これ。ちょっと恥ずいっすよね。ちょっと。え、嘘やろ今日はありがとうだけ、これはやばいよ、やってるよお前、これはこれは俺やってますね、結構これはまあやっちゃってる、もう正直やっちゃってます、うん、ありがとうっていう言葉を伝えるのはまず大事ね、はい、これは合ってる、今日ありがとうっていう今日送ってるっていうことも大事、はい、まずね次の日になってからとか、はい、そんなのは言わんわかん、今日はありがとう送り嬉しかっただけ、送りやったんや、ほんでいいっすか、いいっすか、いいっすか、帰ってきてないっす、返信も帰ってきてないしまあ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 、帰るよ絶対、マジマジっすね、一個救いの手を差し伸べるなら、はい、この恥ずかしいなって思うことが大事やから、ね、恥ずかしいなと思わんと、え、何が悪いんすかってなったら君に成長はないけど、あ、そうね、うん、で、まあこれはテクニックやから、はい、あえて今日はこう抜き打ちでやってるから、はい、まあ、覚えてほしいんやけど、ありがとうっていうのを伝える、まあまた君に会いたいなって思わせれないと、うん、ホストとしてはダメだね、はい、これずっと俺が言うてるけど、もっと内容を言えば、今日はありがとう、送り嬉しかったよ、これは OK、で、さらに最終形態をクエスチョンで返すっていうのが大事、あー OK? はい、多分できてると思うし、うまだ見てないから分からんけどね、まあ、まあ、俺なら世界で一番楽しかったわぐらい入れとくかな、うん、まあ冗談を自分の武器にできるやつを一番最強と思う、あー、それは間違いない、まあ俺はね、あくまでこの自分のキャラっていうのがあってキザな感じで冗談言ったりとか、はい、レンにはレンのやり方があるし、そう、俺には俺のやり方がある、そう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 、これはまあ探し持って、で、LINE が返ってくるってことはこれは良かったと思い込んでいいと思う、はい、で、返ってこなかったってことは何か LINE の文章がダメやったんか、もうそもそもご新規様の時に何かあかんかったんかね、これどっちかやからそこはまあ今回のラインチェックで多かったんじゃないですか、はい、わかりました、いいですか、はい、ダンラン以来はそんな今日はありがとうやらしてくれ、ダンランそもそもやったんですか、ダンランので、間違えてそれをお客様に送りたかったんやけど、はい、お母さんバカバカ、いやいや、それやばいっす、何がああいいね、いいね、なんか花があるわこの時点で、やっぱこれとかね、今日はありがとうと、でも俺が好きな絵文字のハートがついてるやつね、でも今日ほんまにありがとうって、めっちゃ楽しかったわ、てか LINE 交換をした時から思ってたんやけどと、なんて読むのこれ、鬼滅の刃、鬼滅っていうか、うん、鬼滅の刃好きなのと、はい、ホーム画面見て思ったと、まあいいんじゃないめちゃくちゃ、いいっすね、でも俺もめっちゃ好きやからめっちゃ語りたいわと、いいんじゃないですか、わざっす、いやもう100点でしょ、この相手の好きなやつ、自分ともまあ好きなジャンルが一緒だよみたいな感じをね、まあクエスチョンも好きなのってこう、あ、はてなさせつけるじゃないと帰ってこなかった、あー、質問はしますね、賢い、わざっす、で語りたいわと、まあ次に繋がるとこだよねこれが、はい、ああ素晴らしい、まあやっぱり何回も言うけどこの絵文字ね、ハートついた絵文字っていうのが俺は結構レベル高いと思うよ、最近パッとさ俺いろんなこの LINE とか見に行くけど、やっぱり絵文字ない子が多いんやけど、これはもうなんか表情がわかるし、なんかこう伝わってくるものがあるかなっていう、だから使っていってほしい、この絵文字に関しては使います、うん、次そのまんままあ LINE がちょっと続いて、はい、なんかこう君何やったっけ、鬼滅の刃、鬼滅の刃ね、鬼滅の刃の映画、映画やるんですよ来年、あ、はい、あんねや、はい、あ見に行く約束してるね、いや行きたいです、あーやっぱでも好きなやつやから自分も行動しやすいし、ね、あ、そうそうそう、いいんじゃないですか、かなり、まあ、行く約束もできてるしね、はい、まあ、何回も言うけどレイン今日はありがとうだけやけど、やっぱこういうところで差が出てくる、でホストって確率やから、例えば10人に LINE 送るのと100人に送るのとやったら絶対100人送ってるやつの方が強い、はい、だって確率高いから、あ、そうそう、でその確率を低い、今は低いなら低いなりの努力しとかないと、だから俺らの時やったら俺がお金なくていつもこう来てくれてるお客様が
めちゃくちゃ使ってるお店があったよね。でもその人はいつも週末にベンツでドライブに連れて行くんや。その話ずっとされるんだよ。いや、やったで、お金ないし、だって俺ベンツなんか乗せられへんし、はい、やけどその人より俺の方がホストとして魅力あるっていうのを伝えなあかんから、俺はその人より外で数あった。その人は週末しか外で会ってないらしいけど、俺は週5ぐらい会ってたの。これ今やから言えるけどね、これはホストのプレイヤー分かったから、はい、やけど努力ってやっぱお客様がそういう伝わってくるものでやっぱやってあげようってなると思うから、 LINE もやっぱりしっかり手を抜かなくて、ね、やった方がいいんじゃないですか。まあだからね、今自分の状況もあり、やけど俺が一番評価してるのは、やからこそこの今同期の子らとか、はい、先輩の席で自分に合ったキャラを生かしながらヘルプついたりとか。ああ、はい、それはもちろんな、実も言ってるもんな、はい、ありがとうありがとうって。だからそれって従業員から愛されるのもすごい大事だと思うし、俺はお店にそういう人がおってくれたらすごい心強い。だからまあ協力してね、同期は同期でしっかり切磋琢磨してやってるし、前からね、売れるためにはそこだけを変えてしまえば、はい、むしろ逆に売れちゃうよっていうことになります。君らさっきからずっと俺らのを見てくるけどな、ね、ちょっとずっと見られてたんで。なんやそれ、二人とも帽子かぶってる。ちょっとこっち来て、おい、ういこっちはこっち。よし、見てたね、こっち。気になるやろ。気になる。もうなんか怖いんじゃん。俺来るんちゃん来るんちゃん思ってたよ、絶対。逆にね、リエとフーカはさ、もう1年ぐらい経ったわけやんか。今の多分声も聞こえてたやろうし、画面は見れてないやろうけど、まあある程度聞いててどう思った？絵文字は大事ですね。あー、そうやね。絵文字とやっぱね、ハテナ。はいはいはい。がいいと思います。おお。思ってる。思ってますよ。思ってる。意識してることっていうの？なるべく長文で送ってますね。はあ。やっぱ自分なりに思ってることとか、うん、初回ついた時の感想とか、まあ、ちゃんと伝えたいんで、まあ、できるだけ長文で。はあ。あ、自分が思ったことなども LINE に入れてると。そうですね。はあはあはあ。あ、いいんじゃないですか。見れば。びっくりマークだけは。やめます。うん、まあ、せやな、やめよう。それはな、さっき言ってたし。そうですね。昔俺がこうやってなんか LINE どうやって送ったらいいですかって聞いてきたやつを。で、まあそいつの名前松ぼっくりって名前だった。松ぼっくり。松ボンボン、松ボンボン、松ボンボンってやって名称を出す、ちょっと全然おもんないやつがおったんやけど、そいつに同じこと言ったよね。まあクエスチョンで返せと。ほんだらそいつ LINE 見たらクエスチョンしか送ってなかった。